俺だよ。ということで、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。モンスターハンターワールド実況プレイ取らせていただきます。よろしくお願いいたします。今回行くクエストはですね、ドドド三兄弟ですね。こちらのクエストなんですけども、まあドスギルオス、ドドカマル、ドスジャグラスの3体同時討伐なんですけども、このクエスト、クリアすると装飾品が手に入るという、まあ、ちょっと変わったクエストなんですね。だから、まあ、このクエストガンガン回れば、あなたも今日からレア度8が手に入る、そんな感じだと僕は思ってました。俺はそうだと思ってた。イベントクエストだから期間限定だし、出てもおかしくないんじゃないかなって思ってた時期が僕にもありました。まあ行きましょう。はい。ということでやっていきましょうか。ちょっと猫さん、お猫さん、おはようございます。あなたの力が欲しいのです。ついてきて。うん、かわいい。一緒に俺と一緒に冒険したいんやな。わかるぜ、その気持ち。はい、ということで、まあ、闘技場でね、3体同時で討伐していくわけなんですけども、まあ、でも言うて3体ですから、同時で、ね、戦うのはちょっとすごくしんどいところがあるので、まず上の階にですね、確かドドカマルさんがいたはず、いた。なので、まずあのドドカマルを仕分けに行きます、今から。で、下の方にドスジルオスと、ギルオスと、ドスジャグラスが、いらっしゃるんで、バレないようにこうやってちょっとしゃがんでいきましょうね。走ってたらたまにバレちゃうので。で、いますね、あそこね。ドスジャグラスと。まあ、ドドカマルは速攻しばく感じでいきましょう。で、端っこの方で走っていって、開幕は打ってもバレへんやろ。OK。ぶっさくな声やな、こいつ。あっつ、粉塵がついた。そう、粉塵があるんでね、ほんと。これね、気づいたら鳴ってるみたいなパターンがよくあってね。OK。叩きつけましょうかね。はい。あ、転がってんのね、あなた。ちょっとね、動作がね、ちょっと、見えない。ほんとに。危ねえ。口の中にいろいろ入れてんだよな、フルバー。OK。一旦ここはループしましょう。オッケー。耐えるんだよ俺それ。フルパ。オッケー。 V 破壊してますね。どこ破壊されたんだ。粉塵ついてる、粉塵ついてる。一旦離れましょう、一旦離れましょう。ああ、離れたとこ。あいつ作詞やな。やればできるぞ。ふう。一旦ね、一旦リロー、一旦ちょっと体勢立て直しましょう。ちょ、やりすぎもね、良くないですからね。でかくなってんね。はい、フルバ。いいっすよ、いいダメージ入ってるよ。また粉塵だ。よし、倒した。早っ。早いですね。はい、と、まあ、こんな感じで、まあ、とりあえずドドカマルをしばきまして、で、下にいる2体をやるんですけども、まあ、おそらく同時に戦うことになると思うので、まあ、ここは気合い入れて、行きたいなと思います。まあ、片方をこう気づかせるっていうのも、まあやろうと思えばできないこともないんですけど、まあそっちの方が安全ではありますけど、ちょっとやってみるか。せっかくやし、ここだよ。俺ここにいるでよ。気づかないかな。あ、これ多分スリンガーかなんか打ったら気づいてくれんじゃねえの。いや、打たなくてよかった。で、これ多分上に来ると思うんで、で、ドスギルオスの特徴としては、こいつ寂しがり屋やから、こう、周りに仲間いんねんな。だけど、まあ、この周りの敵をも、こう、ちゃんと巻き込んで倒せ、あ、ブレフ。ちょっと、あまり借りに行かないもんだから、攻撃モーションがわからないっていうね。まあ、こいつ方向出してこないから、まだ楽なんです。おっと、そう、麻痺なんですよね。あまり、こう、闘技場の方に行くと、ドスジャグラスが気づいちゃうので、あまり、敵の位置次第ですけど。じゃあ一旦ループしましょう、これは。投げ払って、ここでリロード挟み、フルパー。あ、ちょっとかさ当たり。怒ってる、怒ってる。めっちゃ怒ってる。こいつの液体麻痺るんでね、麻痺はだけは当てるなってね、今俺言おうと思ったのさ。ね、言おうと思ったらこれなんだよな。ベフ。体力がやばいですね。一通りダメージ食らってるということで、ありがとうございました。一旦回復挟みましょう。吠えるんだね。投げ払いましょう。OK。 はい、
堅実な立ち回りいきましょう。ちょっとね、フルバーストになるとどうしてもね、気持ちがちょっと高ぶってしまってね、こうゴンゴン痛くなるっていうね。あ、船。ああ。こう見たらなんかでかいな、こいつ。普通か、フルバ。オッケー。こかすんすよね、これ。リロード挟みます。フルバ。気持ちがいい。ここはちょっと浮気して、パイル挽回。おお、ナイス。流撃砲までセットだったんだが、その前に力尽きてしまったな、こいつは。こう見たら強く感じるけどね。こう見たら強く感じるよね、ガンランスって。やっぱりフルバーストっていう技が本当に相性が良くて、ロイヤルバースト。まあ、バーストついてるぐらいですからね。本当に相性良くて、マジで強いんですよ。多少のご利用しも、ね、こんな感じでガンガン押せるんですよね。まあ、不動僕は今回に来てないんですけども、まあ、不動の装備とか来たらもっとご利用して、まあ、もっと安全に戦えるのではないかなと思いますけども、ちょっとさっきの戦いで大きい役全部なくなっちゃったな。さあ、最後は、ドスジャグラス、上から襲っちゃいましょう。おらフルバ。挨拶はフルバ。その顔に、やろうと思ったら、なんかひるんでる。よし、ちょっと一旦逃げましょう。そう、サイドステップを使って縦から逃げたいんだけどね。突っ込んでくる。いいよいいよ、会心がガンガン鳴ってるよ。あいたー。やっぱ隙が多いですね。やっぱ細かく痛いですね。最初はフルバ、あ、いわゆる入力ミスだ。ナイス。さあ、切り上げて叩きつけ、フルバ投げ払ってる。パイルバンカーで最後に流撃砲ついてるよ。おはようございます。いいダメージ。ただ弾が全部なくなってしまった。一旦ステップリロード挟みたいですね。はい、ありがとう。ちゃんと弾管理もしっかりしないとね。なんかいいチャンスの時にあれ、フルバン弾がないなんてなったら、あれ。ああ、まあこんなもんか。倒せましたね。まあ1体ずつ処理すれば、まあ、簡単にね、1人でも周回できるドドド3兄弟なんですけど、これがマルチになると体力が上がってしまって3体同時に襲ってくるわけで、まあ、そこそこめんどくさいのではないかなと。まあまあ一個一個立ち回り考えてやっていけば、いいと思います。僕はここを行くソロで、まあ、たまに暇つぶしに回してるんですけど、ドドカマル、ドスギルオス、ジャグラスの順番でやってますね。まあ、他にもいろいろなやり方があるとは思うんですけども、まあでもね、これもっとね、装飾品ね、もっとなんかこう上がってくれたら嬉しいですけどね。歴戦回ってますけどね、なかなか本当に出なくてね。作れるようにしてくれたらね、もうちょっと。ああ、でも難しいとこですよね。やることはあるんだけど、やっぱ出なさすぎるっていうのもちょっと問題ではないかなと思いますけども、まあとりあえずクエストクリアです。ありがとうございます。さあ、報酬なんですけど、光る2つだけですね。とてもしょっぱいので、マカレンキン回すための素材集めぐらいですかね。マカレンキンをするためのポイント稼ぎの一個として、こうドドド回るといいと思います。しょっぱということで、ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。